なんやあれ。ようこそいらっしゃいました、斉藤さん。随分な歓迎だな。俺の席がないようだが。ご心配なく。席は別の部屋に用意してあります。この座敷は今から血で汚れることになりますから。天然理神流にご興味がおありのようで。ああ、だがただの好奇心だ。気にしないでくれ。理神流は江戸市営館のみに伝わる田舎流派、北新一刀流、新道無念流といった主流派とは違い、知っている者も少ないはず。